埼玉県道路使用適正化協会大宮支部支部長高橋正夫様、埼玉県道路使用適正化協会大宮東支部支部長山崎光雄様、はい、埼玉県道路使用適正化協会岩槻蓮田支部支部長代理長野長一様、はい、ライオンズクラブ国際協会三三マルシー地区 2RIZ ゾーンチェアパーソン大塚長蔵様、さいたま市自治会連合会会長伊藤岩尾様、はい、さいたま市交通安全保護者の会母の会会長木村道恵様、はい、さいたま市交通指導員連絡会会長星野喜一様、続いて客席前列をご紹介いたします。野間薫さいたま市市民スポーツ文化局長でございます、はい、本沢明浦和区長でございます、はい、山田和義南区長でございます、はい、続きましてさいたま市内住区役所の暮らし応援室長の皆様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。次にさいたま市内7警察署の交通課長の皆様でございます。ありがとうございました。お時間の都合もございますので、これで紹介を終了とさせていただきます。それではこれからすべての市民の交通安全への願いを込めて交通安全宣言を行います。交通安全宣言は1日浦和警察署長の福原遥さんにお願いいたします。福原さん、どうぞ舞台中央へお願いいたします。交通安全宣言、市民の願い、交通安全、この願いにもかかわらず、依然として悲惨な交通事故が発生し、子どもや高齢者の方が被害に遭われています。私たちは、このような交通事故のない街づくりにするために、家庭や地域、学校や職場等で協力し合い、交通ルールを守り、安全で安心なさいたま市を実現していくことをここに宣言します。平成26年9月18日、一日浦和警察署長、福原遥。ありがとうございました。交通安全の決意と願いを込めまして、今一度大きな拍手をお願いいたします。福原さん、ありがとうございました。続きまして、交通安全知事メッセージの伝達式を行います。去る8月25日に埼玉県の知事公館におきまして、上田県知事より交通安全対策の一層の推進についてのメッセージが埼玉県交通安全母の会連合会へ託されました。本日はさいたま市交通安全保護者の会母の会を代表し、木村道恵会長より遠藤副市長へメッセージを伝達いただきます。なお本日は一部抜粋の上伝達させ